雨止んでよかったっすね。うん。あの人のタバコの持ち方危ないな。ちょっと避けますね。いた。どうしました？煙が。あのこの公園禁煙なんですけど。すいません。タバコの位置が市川さんの目のところだもんね。それ言ってーわー。言ってー。禁煙すりゃいいんすよね、俺みたいに。そうだよね。なんだか幸先悪いな。プロポーズ断られたらどうしよう。何弱気になってんか。もうしっかりしてくださいよ。こんなに気合い入れて、星の数だけバラも買ったし、あとはもう当たって砕けろっすよ。砕けちゃったらどうしよう。そん時は骨は拾いますから、あとは安心して砕けてください。それって励ましてんの？ちょっと面白がっちゃってます。土管。あ、すいません、ぶつかりますよ。わお。あ。痛い。なんなの？避けなさいよ。いや、ぶつかりそうだったので声もかけましたし、避けたんですけど。なんでこんな細い道通ってんのよ。向こうに大通りがあるでしょ。ほんと車椅子って邪魔なんだから。やれやれだな。なんか怒られちゃったね。立場が逆転ですよ。まあでも市川さんの嫁さんになる人は優しい人だし、いいっすね。うん、思いやりがあってしっかりしてる素敵な人だよ。お嫁さんになってくれるといいんだけど。なってくれますよ。多分。多分って。あ、平田君、緊張でお腹が痛くなっちゃった。あそこのトイレに入ろう。はいはい。うん、使われてますね。ちょっと待ってます。うん、大丈夫。せえな。
ちょっとノックしてみましょうか。あれ？すいません、車椅子の方が待ってるんですけど。うるせえな。出ちゃう。ちょっと待ってね。やった。わりわり。そりゃないぜ。何やってんの、早く。はい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 、ついちゃん早く。大丈夫、出ちゃった、もう出ちゃったかな、大丈夫。映っちゃったかな。ちょっと俺もトイレ行ってていいですか。あ、映っちゃった。なんかそうみたい。その辺で待ってもらっていい。はい。じゃあちょっと行ってまいります。行っといで。全然面白くない。あやちゃん、見せてよ。あ、ちっちゃなダイヤ。大事なものなんだから返して。うん、僕のママのダイヤの方がもっと大きいぜ。おい返せ、大事な指輪なんだから返してくれ、頼む返してくれ。何やってんだバカ野郎。誰？俺？この人のヘルパーだよ。ヘルパー？ああ、うちの家に来るお手伝いさんみたいなもんか。手伝いさんとはまたちょっと違うんだけど。僕の指輪。返すよ。返せばいいんだろ。この人に謝んなさい。ごめんなさい。飴欲しい？もうちょっと遊んでいたかったんだけどな。少年、今度ゆっくり遊ぼう。本当に？俺たち二人が相手になるぜ。約束だよ。ケアタ君、電動にして。どうしたんですか？もうやめた。ちょっと何やってんすか。やっぱり僕には結婚は無理だ。そんなことないでしょ。あの子供から婚約指輪を取り返すことができなかった。綾乃さんを不幸にさせてしまうよ僕は。だから俺が。そうなんだ。平田君や他のヘルパーがいないと僕は何もできない。そんなの関係ないでしょ。綾乃さんは市川さんのこと愛してると思いますよ。そうかな。そ
そうですよ。小山さんは市川さんの全て受け入れてくれる人です。あったそんな人がいるのに逃げ出すんすか。だけど俺は何もできない市川さんなんて知りません。知ってんのはヘルパーと協力して何にでも挑戦する市川っつう一人の男っす。指輪。行こう。足の動く人はエスカレーターもあるのにな。僕にはエレベーターに乗るしか上へ行く選択肢はないのに。ママどうして誰も降りないの。ジミは降りる。リミすいません。私も。私たちも降りよう。おっ、どうぞ。どうも。ありがとうございます。バイバイ。何回ですか。17回お願いします。上に参ります。
問していいですか？何ですか？これからプロポーズされるんですか？ええ。もう、すげえ、頑張ってください。なあ、俺らも早く嫁さん探そうぜ。合コンよろしく。きっとうまくいきますよ。はい、ありがとうございます。平田君、ありがとう。行ってくるよ。行ってらっしゃい。遅れてごめん。あ、綾乃さん、僕は落とした花束を自分で拾うこともできません。取られた指輪を自分で取り返すこともできません。いざという時、あなたを守ることも多分できないかもしれないです。でもあなたが大好きです。あなたに会えて人生バラ色に変わったんです。綾乃さんと一緒にこれからの人生生きていきたいです。よろしくお願いします。私を何度も助けてくれたじゃない。お互い様だよ。これからいざという時は私があなたを守るから。だから こちらこそよろしくお願いします。あの、そのバラの花束、渡さなくていいんですか？あああ、ごめんな。